皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、日中友好なんてもうない。日中共有で行くべきだと、そう言い切る議員が出てきましたので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それではこちら TBS の記事です。TBS がですね、非常に意外な放送をしてました。日中友好なんてもうない。日中交易で行くべきだと。そして日本に求められる隣国、中国との付き合い方を考えますと、今回は自民党の薗浦健太郎氏、現在副幹事長をされてます。薗浦氏のウィキペディアです。薗浦氏は現在50歳、香川県出身で、そして東京大学法学部を卒業。前職は読売新聞の記者をされてました。そして現在麻生派に所属してます。そして安倍政権時代に外務副大臣、そして外務大臣政務官と内閣総理大臣補佐官もされてました。そして現在千葉5区の衆議院議員です。そしてこちら、永山千恵子さんのツイートです。日本が台湾に安倍政権時代ワクチンを提供しました。そこで安倍総理を動かしたのがこの薗浦氏でした。長く安倍前総理の補佐官、また外交特別補佐を務め、安倍前政権の縁の下の力持ちのお一人ということになります。そしてこちら、千葉五郎子さんのツイート。今回の台湾へのワクチン提供に関して、台湾の謝長廷代表とヤング臨時大使と話し、安倍元総理につないだ方が安倍元総理の補佐官だった薗浦健太郎議員ですと、そして多くの台湾メディアが安倍首相と共に薗浦議員のことを10日間の静かな作戦の紹介の中で取り上げていますと。なのでですね、台湾にワクチンを提供したのは安倍元首相ですが、その舞台裏にも迫って、薗浦氏を紹介していたということになります。なので、台湾にワクチンを提供するということは、中国から反発を食らいますよね。なので、薗浦氏は親中議員ではないことを証明しています。そしてその薗浦氏、日中友好なんてもうないと、ズバッと言えるのも、親中じゃないからここまで言えるんですよ。そして日中共益で行くべきだと。そらそうですよね。今までの日本の親中議員は、中国に対して贖罪意識を持って尽くして尽くして尽くしまくってきました。そうではなくて共益で行くべきですよと。いいですよね、薗浦氏。それではですね、何を言ったのか、記事を紹介します。8月、米議会下院のペロシ議長が台湾を訪問。これに反発した中国は台湾を取り巻く海空域で軍事演習を展開し、中国軍による5発のミサイルが日本の排他的経済水域内に落下したと見られました。着弾ですよね。こうした中、9月29日、日中は国交正常化から50周年を迎えます。そしてロシアのウクライナへの軍事侵攻などで新たな国際秩序構築の必要性が問われている今、日本は今後隣国の中国とどう付き合っていけばよいのか、安倍内閣で安全保障担当総理補佐官、そして外務副大臣などを歴任した自民党の薗浦健太郎副幹事長が忌憚なく語りましたと。そして聞き手は川戸恵子キャスターです。まずは焦りが見えたプーチン大統領演説について、ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアのプーチン大統領は9月21日、国民向けのテレビ演説を行い、戦地に派遣する兵士について、軍人だけでなく、有事に召集される予備役を部分的に動員する大統領令に署名したことを明らかにしましたが、それについて薗浦氏、あの15分程度の演説はプーチンさんの焦りが垣間見えました。つまり独裁国家であるにもかかわらず、すごく世論を気にして、限定的な動員だ、限定的なんだ、軍事訓練を受けている人だけが動員されるのだということを繰り返しおっしゃっていた。もう一つは軍とか参謀本部の提案に応じて、私はそれを支持するという形だった。主語が自分じゃないんですよ。これなんていうのか、自信がないのか、うまくいかなかった時のことも考え始めているのかわかりませんけれども、この二つのフレーズに僕はすごく違和感を持っていて、おそらくこのタイミングで動員令を出すはずじゃなかったんですよと、もっとできると思ったと、
その浦氏、もっとうまくやれるはずだった。ところが今、戦線という意味ではウクライナ軍が押し返している。ハルキウではどうにかなったというのを受けて、世論にこうしきれずに次の手を打たざるを得なかった。で、ここから先は僕の見立てになるのですが、おそらく最新兵器も使えない。訓練も普段はやっていない方々を何人動員しようが戦局はあまり変わらないと。そらそうですよね。訓練やってない人をいくら戦場に送っても変わりませんよね。むしろ足を引っ張るだけかもしれません。そして2014年のクリミア大敗以降、ウクライナ軍がやってきたことっていうのは、NATO 基準の武器をウクライナ軍の兵士がいかに運用できるかということに重きを置いて、ウクライナ軍の兵士は NATO の諸国から供出されている。例えばハイマースとかジャベリンとか、ああいう最新兵器をみんな使えるようになっているんです。そうすると戦局が変わるのかと、これはハテナなのですよと。つまりですね、ウクライナがいかに NATO から供出される最新兵器を使えるようになったとしても、戦局が変わるかどうかはわからないと。その次にプーチンさんが打つ一手とは何なのか、その時にアメリカも含めて西側諸国がどういう反応をしなきゃいけないのか、もっと言えば最後の一手を打たせないために米ロの対話、もしくはトルコの仲介努力をどうやってサポートするのか、ここにもうステージが移りつつあると思います。ですからこれをなんて言うのかな、もう泥沼なのだけれども、最後の局面に追い込まないために手を打たせるための努力というのを、仲介努力をやってる国をサポートし、アメリカに対話を促すということを今から日本はやっていかなきゃいけないと思いますと。日本がやることというのは、最後の局面、つまり核兵器を使わせないために仲介努力をやってる国、例えばトルコ等をサポートしてアメリカに対話を促すという努力をすると、それが日本の役割ということを言われてます。その通りですよね。そしてやはりプーチンさんがこういう風になったという意味、上海協力機構の会議の時にインドが脳に近いことを言い、中国もすごく冷たかったというところがありますよね。やっぱり中国とロシアってそういうものなのでしょうか。そのらしい。インド自身はいろんな立場がありながら、今クアッドに入っていますから、ロシアから大量に武器を買っていますけれども、立ち位置は少し今変わりつつある。中国もなんだかんだと言いながら P5、国連安全保障理事会の常任理事国なんですね。今回先の大戦以降のこの国際秩序を、国連を中心にして紛争は平和的に解決しましょうよと。それでも収まらない時は常任理事国 P5 が出て行って、合意のもとに紛争を収めますよという立て付けで来ていた。ところがその P5 のうちの一つが当事者になってドンパチやったら誰も止められないわけです。で、これはアメリカとかイギリスだけじゃなくて、中国にとってみてもそこが崩れたら国際秩序どうなるかわからないんじゃないかというところがある。やはり今回のプーチンさんの言動というのは、いかにロシアが孤立する原因になったかということを考えると、中国もそんな軽々には全面的にロシアですっていうわけにはいかないと思いますよと。なのでですね、中国の行動というのはロシアの行動に影響を受けているということにもなります。それまではロシア擁護でしたよね。しかしロシアの行動によって中国も変わらざるを得なくなってきたと、そういうことになりますよね。そこで中国にとってもアメリカ以外の世界秩序みたいなものはきちんと大事にするけども、やっぱり秩序という意味ではきちっとそれなりのルールを持つ方ですから、いや、それは違うと思いますよね。中国は約束を一切守ってません。中国は国際秩序を守らずに勝手に海を埋め立てて軍事施設にしてますよね。なので全くルールは守りません。そこでそのらしい。やはり中国は無茶苦茶なことしてますし、尖閣ではああいう力によって現状変更してますけれども、外交の面においてはある程度論理的に秩序だって物事を組み立ててくる国なので、
そこは少しその距離を置くという判断はできているのだろうと思いますと。まあ距離を置いているのとルールを守るというのは別ですよね。しかしですね、空気を読んで距離を取っているというのは言えますよね。それがですね、外交ということになりますよね。やっぱりこのままロシアの見方をすると、見方が減るという意味で距離を置いているんでしょうね。そこで世界恐慌を引き起こしかねない台湾有事は半導体有事について、ちなみにこの薗浦氏は最近のツイートこちらです。半導体議連に参加。円安の今メリットを生かした投資を後押しすべきで、TSMC のみならず関連する投資が始まっている。経済波及効果や人材の育成などに加え、半導体確保、そして経済安全保障の面からも進めるべき、小出しにして失敗した過去の鉄を踏まない規模の支援をまとめていきますと。つまり今後は、台湾有事は半導体有事になりますので、TSMC のみならず、人材の育成や半導体の確保、そして円安の今メリットを生かした投資を後押ししていきますよと、そういうふうに言われてます。しかしですね、ある YouTuber で半導体のことを扱っている YouTuber いますよね。そして蔡英文氏は親中だと、全くもっておかしなことを言ってるので、もしそうならですね、日本の半導体業界からそういった申し出もあるはずなのにないと、そして蔡英文氏が親中であれば、台湾はとっくに中国のものになっているので、そういった話に騙されないようにお願いします。そしてそのらしい、現在ですね、副幹事長に加え、衆院法務委員会の筆頭理事、党の国際局長代理、経済安全保障本部幹事長、サイバーセキュリティ対策本部幹事長などを拝命いたしましたと。そして経済安保とサイバーセキュリティは喫緊の課題、政策を作り込んでいきますと。つまり、政府側は高市経済安保省、そして自民党側はこの薗浦健太郎氏が、経済安保とサイバーセキュリティの政策を作っていくと、非常に心強い議員です。そして戻りまして、世界恐慌を引き起こしかねない台湾有事は半導体有事と、今言われているのがやっぱり台湾有事があるんじゃないかということですよねと。そしてロシア、ウクライナを見ていると、それがなんとなく近づいてきたような気もするし、しないでもないしと。どのように捉えていらっしゃいますでしょうかと。そこでそのらしい、10月末と言われていた中国の第20回共産党大会が半月早まった。ちなみに10月16日になりました。かつこの大事な時期に習近平さんが外遊に出かけることになった。これはプーチン大統領に会いに行った話です。これは取りも直さず人事の話がもうパタッと決着をして、習近平さんが北京にいなくても外遊に出てももう変なことは起こらないという確信を得たってことですから、ある意味10月中にきちっとした体制が作られる、要はより権限が強大になるということです。我々はそれにどう対処していくかというのが一点。つまりもう習近平の3期目は確定したということになります。そしてその後我々はどう対峙していくか、そして今までよりも習近平の権限が強大になると、それに我々がどう対処していくかというのが一点。もう一つは台湾有事は軍事的な面ばかりがクローズアップされます。もちろんその軍の面も大事で、日本がそれにどう対処するのか、これは極めて大事な話なのですが、もう一つですね、半導体。台湾が世界の供給の半分以上を占めています。そうするとこの台湾の半導体が止まると、世界の製造業全部止まりますよと。つまり台湾有事が起こると、台湾の半導体が止まるので、世界の製造業全部止まるということになります。それが台湾有事は半導体有事ということになります。そして世界恐慌が来る間違いなくと、つまり株は大暴落するということになります。そして金や銀が上がっていくということになります。その時我々どうやって立っていられるの？その軍事面だけじゃなくて、この台湾有事っていうのは世界恐慌を引き起こしかねないんですよという危機意識を世界各国共通に持たないとと。なので株を持っている方はそれもよく考えておいてください。そして株だけではありません。だからこれは東アジアの地域の問題じゃなくて、世界経済全体に恐慌をもたらしかねない話ですよと。つまり経
域も悪くなるということになります。そして物流も止まるので備蓄も必要になりますよね、という話を世界各国が共有をして、そういう不測の事態を抑え込む、こうしたこともやっていかなきゃいけないと思いますと。おそらくですね、台湾有事が起こる前というのは非常にわかりやすい行動を中国が取ってくると思いますので、その時に株を処分したり備蓄をしたり、そういった対応が必要になるということを頭の片隅に入れておいていただければと思います。そこでですね、日中友好なんてもうない、日中共有で行くべきだと。そこで日中国交回復50周年ということで、日本と中国どのように付き合うのかというのと、それから台湾有事は本当にあるのかということ、その2つをどう見ますか。その裏し、日中という意味で言うと、我々引っ越しできませんから、問題がありながらも付き合わざるを得ない、付き合わざるを得ない中で、日本のいわゆる利益っていうのをどうやって守っていくか、僕自身はもう日中友好なんてないと思っていますとはっきり言いましたね。親中議員であれば絶対に言えない発言です。隣同士喧嘩するものですよ。アメリカとメキシコも揉めてるんです。だからその日中が共に利益になる部分、日中共益という言い方してますけれども、日本は共に利益になる部分ではある程度握りますよと。ただその前提として、尖閣とかいろんなことを含めて、彼らが力でいろんなものを変えようとしているものに対しては断固として反対をする。反対するだけじゃ、声だけじゃダメなので、反対をする実力と力と、そして国際世論を味方につける、それをやっていくことによって、日中間の外交というものをある程度マネージできるようになると思います。全くもってその通りで、親中派とか共産党や野党の人たちは軍備増強反対で、いつも外交努力をしろと言うんですが、外交というのは背景に軍事力がないと外交を活かせないんですよ。なのでその浦氏が言うように、まず反対をする実力と力を持つと、さらに国際世論を味方につけると。今国際世論はロシアを批判してますよね。その世論によって中国はロシアべったりから距離を置き始めてます。なので大事なのは、反対する実力と力と国際世論、これがあることで初めて外交が生きて、ある程度マネージできるようになると。全くもっておっしゃる通りだと思います。さらに、自分の国を自分で守らない人は世界が助けてくれるわけがないと。そのための軍事力増強、防衛費増額っていうところもあるわけですねと。そのらしい、簡単に言えば、自分の国を自分で守らない人は世界が助けてくれるわけありませんから、要は助けを求める前に、まず自分の国は自分で守るのだという意識を持ち、その力を持って、かつそれを相手に知らしめる。日本にちょっかい出すとコスト高いですよと相手が思えば、ちょっかいを出さないわけですから、力を持ってこの力を使う用意が日本はあるのだと知らしめることこそが、平和を維持するための最大の力ですと。いや、すべて賛同ですよね。まずは自分の国は自分で守ると。そうしないと世界は助けてくれませんよと。そういう意識を持たないといけません。今までの日本は、何かあったらアメリカさんお願いしますと、それでは助けてくれません。まずは意識を変えないといけませんよね。そして軍備を増強すると、日本にちょっかい出すと高くつきますよと。それをですね、知らしめることが大事ですよと。日本を過小評価すると襲われるということになります。なので軍備を増強して、さらに知らしめる、それが平和を維持するための最大の力ということになります。そして共産党や参政党や野党の皆さんがよく言うのは、軍備を増強すると相手を刺激して襲ってくると。だから軍備を持つなと。それはですね、日本に軍備を持たせたくないから言うんですよ。それは違いますので、つまり向こうからライフルを持ってる人間が来ると、その人に突っかかりますかということになりますよね。むしろ手ぶらで歩いてくる人間を襲いますよね。なので共産主義に騙されてはいけません。そして中国はそういう利をきちんとわきまえるような国だと、そのらしい計算はしてきます。ただトップに正しい情報が上がっているかどうかはわかりません。香港の選挙がありましたね。
あれで要は親中派が惨敗をして、その後無茶苦茶な関与の仕方をしました。あの時の話をいろいろ聞いてみると、どうもトップにはそこそこの戦いになるという情報が上がっていた可能性が高い。そうすると悪い情報が入らなくなっているんじゃないかという方もいらっしゃるのです。これは裸の王様じゃないかと片付けられる話じゃなくて、アメリカの力というものを過小評価することにつながりはしませんか、という恐ろしさも秘めています。つまり戦争はなぜ起きるのかと言いますと、軍事バランスが崩れた時に起きます。相手は何も軍備増強してないな。じゃあ今なら襲えるなということで、そういった情報が上がらなくなると、アメリカを過小評価して、今なら台湾侵攻しても大丈夫だなと、そういうことにつながりはしませんかと、それが恐ろしいということを言われております。ここもちょっと注意深く見なきゃいけないなと思いますと、つまり習近平に正しい情報が上がっているかどうか、その情報も見ていかないといけないということになります。そして今回ウクライナとロシアにとって戦争で情報をオープンするのはすごく効きましたね。そういう意味でもっとお互いがお互いの国の考えとか、そういう立場とか、もっとオープンにすれば少しは変わると思いますか。そのらしい。だから問題があるからこそ対話をするのだという我が国の外交の基本方針は変えるべきではないと思います。なのでですね、日本が軍備を増強して中国さえ攻めれないという国になれば、日本は和をもって尊しとなすという特性を生かして世界で頼られる存在になると思います。つまり世界のリーダーになって紛争している国同士の間入って仲介者になって紛争を収めると、そういった存在になれると思います。なので必要なのは軍備を増強すると、そこが日本にとって一番必要だと私は思います。もちろん戦争するために持つのではありません。紛争しないために持つんですよ。そしてそれさえあれば世界で尊敬される国になれると思います。なのでそのらしい。皆さん存在を初めて知られた方もいらっしゃるかもしれません。こういった親中派ではない議員、その浦議員を私も注目をして応援していきたいなと思います。またこういった情報がありましたらどんどん動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。